ミント干渉は太平洋北西部カロリン諸島の干渉、ミクロネシア連邦のポンペイ州に属している。ミント省とも、ミント干渉は25から30平方キロメートルの小庫を囲む干渉であり、南部には小庫内に侵入可能な水路がいくつか存在する。オロルク干渉の北西100キロメートルほどの位置にあり、 干渉の北端はサスになっており高さはおおよそ1.8メートルほどである。漁営の濃さからたくさんの漁船が近海で漁をしているが漁を行うにはミクロネシア連邦政府発行のライセンスが必要である。1970年代に日本からオーストラリアへ向かう途中の貨物船が座礁し現在もリーフの上に上がったままである。ミント干渉は ミント干渉生物多様性重要海洋区域とされており、その合計面積は4204.2ヘクタールである。ミント干渉は行政的にポンペイ州に属しており、その北端であり、オロルク干渉とともにオロルク自治体に属している。1999年にポンペイ州はミント干渉海洋保護区を設置している。ありがとうございます。